髪色が戻りましたね、完全に。おはこんばんは、みなさん、どうも、ミッキーです。ミッキーチャンネルへようこそ。はい、今日はですね、すごいしましまが映ってるね。なんかこのしましまどっかで見たことあるなって思ったんだけど、最近ミッキーチャンネルのチャンネルアート変えたんですよ。こんな感じで。うん。程よくダサい。あの動画出したのいつ ?2020 年6月11日に、このチャンネルで、リバウンド10キロぐらい増えたから再びダイエットしますっていう動画を出したんですよ。ダイエットしなきゃなって思ってたのが、したいねに変わる時ってない。ダイエットしたいと思ったら早いですよ、私は。見た人、ちゃんと見た。応援してる方は、ぜひ応援してくれる方は、ぜひチャンネル登録を。私2020年の9月、1日までに、30万人行くっていう、超えるっていう目標を立てました。よろしくお願いします。そろそろ行きましょう。そろそろ行きたいです。本当に行きたいんです。30万人に行きたいです、ミッキー。よろしくお願いします。活力になるんで、やっぱこう、モチベになるから、やっぱチャンネル登録者数って。11キロぐらい痩せた時のダイエットは低糖質ダイエットだったんだけど、今回は DHC のプロテインダイエットを始めますよっていう動画出したんですよ。これ15袋、まあ1箱ですね、全部飲み終わったんですよ。結果から言っちゃおうか、先に。15袋飲んで、ダイエット開始日の体重が 68.5キロ。一番痩せた日だけで言うね、ちょっと増えたり減ったりなんで、一番痩せて 68.5キロから65.7キロ、 2.8キロ、痩せました。イエーイ。じゃあもうダイエット終了、めっちゃ食おう。違います、こっからだから。置き換えダイエットとか夜ご飯を食べないみたいなことはしなかったの。したことがなかったのね。まあ人生においてちゃんとやったのが低糖質だから、まあ当たり前なんだけど、だからすごいちょっとどうなんだろうって、ちょっと不安だったの。でも、だから、不安だけど、でもやってみなきゃわからないと思って、とりあえずこれだけ買ったの。そしたらさ、初めて、次の日に1キロ以上痩せたんですよ。っていうことでですね、ミッキーには、プロテインの DHC ダイエット、置き換えダイエットが合っていたので、これ、なくなってしまったわけで、じゃじゃーん、追加で購入いたしました。これ開けて終わりたいと思います。やっぱこう、いろいろね、ダイエットの、やってる人とか、こう、インスタグラムとかでさ、ダイエットの、こういう感じでさ、自分のダイエット法とかさ、こう、乗っけてる人とかを見るんだけど、やっぱそういう人とかが書いてるのは、目標体重ってこう、でかいものじゃないですか、結局。私のはでかいんですよ。マイナス20キロ。20キロっつったよね、多分。ってなると、でかすぎる目標を立てて、で、一回、コツコツと頑張ってるっていうのは、目標高すぎる、数字が大きすぎるから、結構挫折しちゃったり、それでリバウンドとかさ、でもいいや、みたいな感じになっちゃったりとかするっていうので、1ヶ月に3キロとか、そういう、ちょっとずつの目標を定めてた方がいいですよ、みたいなのとか書いてあったりとかしたんで、だから、私もさ、1ヶ月にじゃあ3キロぐらい落ちてたらいいなと思ってて、2.8 なんで、まあ、で、まだね、この動画が出てる時はもう7月かもしんないけど、まだ言うてあるからさ、今撮ってる時は、27だから、いけるとこまで行こうっていうことで。でももう2.8ぐらい落ちてればね、嬉しいよ、私は。すげえ。うい、でーん、でーん、ふた。うわ、私が見えなくなった。前回と同じ味にしました。で、なんか、コメント欄で、結構DHC の、プロテインの味が合わないっていう方とかもやっぱいてさ、で、見ててさ、読んでて、あー、やっぱそういう人もいるんだなと思ったんだけど、私は、全部、これ全部の味、好きだよ。好きだよ。急な告白って感じで好きなんだよね。一番好きなのバナナです。はい、バナナが一番苦手って人が結構いた気がするんだけど、コメントで。私はバナナ、結構、一番飲みやすいなって感じたんで。この味のシリーズが、30食分のやつがないんだよね。なんかトロピカルみたいな、いろんな他の味のやつは30食あったりとか、あとなんかシェイカーの、キティちゃんとシナモンかな
がこういるプリントされてるシェーカー、オリジナルシェーカーがもらえるやつとかもあるんだけど、なんかせっかくこの味で慣れたから他の味でこれうわーって全部ダメとかさ、そこも前怖かったのよ。これ始めるとき味が苦手すぎたらどうしようと思ってたんだけど、これ大丈夫だったからさ、だから他の今ねちょ他の味にねチャレンジするの怖くて、ちょっとやってません、ね、やってませんっていうかいいかなと思って、はい。でこれ合計買って何だっけな、なんか8000円以上かな、8000円以上お買い上げの方にはこの中から一つプレゼントしますみたいなのがあったんで、いろいろサプリメントとかあったのかな、なんかリラックス効果のある、CD とかも選べたんだけど、これにしました。はい、じゃじゃーん。うずらつけ玉、醤油とホタテの旨味を効かせじっくり煮込みましたってことで、ホタテ味でこれがついてた。今3時42分、1個だけちょっと食べていい？これちょっと楽しみにしてたから。私うずらって美味しいよね。はい、こんな感じです。マシそう。最初の3日間が一番食べ物に執着してた、離れがたかった感じかな。でも離れちゃえば離れちゃえで、もうこっちもめちゃくちゃ楽。そう、正直言ってね、マジプロテインマジで楽、時間がね使えるんだよね。順調に進んでるんじゃないかなって思います。家でできるいい運動法とかご存知でしたら、ぜひぜひコメント欄に書いてください。そう、あ、私これやってますよとか、これやってましたよとか、なんかそういうのがありましたらぜひぜひお願いします。ってことで最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録高評価ぜひぜひよろしくお願いします。ミッキーツイッターとインスタやってますので、ぜひぜひフォローもお待ちしております。インスタの方ではダイエット中に私が食べてるものとか投稿していこうかなって思っていますので、はい、ぜひぜひフォローお願いします。それでは次のミッキーチャンネルでお会いしましょう。バイバイビー。こっから夏もっと痩せていきます。君と終わらない歌を歌おう、たとえ夜が明けようとしても。